上位10名のライダーになります SS1。 さあまずはそれでは登場するのは第10位関ナンバー7番ホンダブルーヘルメット MS 選手。本人がエスケープだっていうことは過去エスケープと怪我入りました。ここから空中マーダーですね。これも結構難しいです。あーどうやっていくかな。あったいけるセクションが変わってしまいました。こういう落ち最初のライダーはさっきも言いましたけどグリッピークリーンのチャンス、まあ、もう一度3点ですけどもここから、はい、ここからデビューまで何とかいってほしい。プチ持ってきた。フリージャンプでいいやあと34秒。ほぼ結構フロント使ってるからきついですよ。あと30秒。さあ竹内ちゃんはペースは90秒です。あったアウト出てしまった出てしまった。ナイストライ変更できないからね。でも、ここはだいぶ楽になりましたね。もう空中マーダーがなくなってしまいました。OK! まだまだまだ、これからね、2人目、3人目のどんどんタイヤも滑ってきます。難しくどんどんなってきます。よし、うまい。さあ、いいですよ。さあ、ここまでグリーン。あ、そうだ。残念。からですね、ここのタイヤが結構どんどん滑るようになります。さあここからです。さあ街から皆さんその迫力をご覧ください。結構ねタイヤグニャグニャするんでねバランスも取りにくいんですよね。ここで後ろ下がりすぎるとまたリアが。よしうまい。おっと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 危ない。大丈夫かな。あ、大丈夫でしょうか。ではなんだけどね。さあここからです。ここからまだクリアできません。ちょっとタイヤを閉じて、はい、この辺のタイヤもね結構もう滑るようになってきてるんでね気をつけていかないと。さあいいんじゃないですか。ここまで、まあ、この後ですね。この後気をつけて下りが滑ります。よし、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 まで来ました。さあ、ここまでグリーンです。よし、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 次登場は、次ナンバー6番、チーム三谷、石川聖也選手。
気をつけていこう。よし、よし、これ休学目に結構グリーン増やしてきましたらね。そうですね、よし、いいか、 OKOK、 ここまでは OK、 よし、このドライブの先で我慢したよ。 OKOK、 さあ、ここかなが難しい。同じラインで行くのかな。奥へ入りましたね。では2位になる可能性も十分あります。できればものすごく有利。まだまだ。もっともらってほしい。よし、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 さあ、ラッシュよ。さあ、ロボットボーイ選手も第2位選手のポイントが1ポイントかということで。そうですね。プレッシャーかけてますから。スピーディーですね。早い。よし。さあ、ここまで。ここまでは完璧です。さあ、ここまではいいですよ。よし、あとは全力。あ、これか。ここまで全力できてる。あっちの国になるか。よし、じゃあ、ここは1個ずつ。OK。おっと、よし。30。いいですね。あんまり振らん方がいいで。27。国になるか。それ以上振ったらあかん。ちょっと戻した方がいいな。22、戻ってない。21、戻ってない。18、はいはいはい。16。いや、もう最初に来た。よし、よっしゃー、素晴らしい。これはすごい。これ絶対ダメ。ズボッ。ここに二郎君言うとき。中に3人くらい。さあ、特にこの上位のライダーの走りにね、ご注目いただきたいと思います。さあ、ちょっと時間置いたんでね、タイヤの上はまた乾いてるんで、多少グリップ良くなってると思います。さあ、ここからですね。はい、下り丁寧に。あと48秒。
オーケーオーケー。はい、ここに来るよ。はい、ここまでフリーだ。あと35秒。はい、来るよ。さあ、まあ、戻って、もう一度、ここに来ちゃう。最終のセクションでもね、もういきそうでしたからね、クリーンしそうでしたからね、今日は乗れてますよ。さあ、ここから前よっしゃ、いった。さあ、ここまでクリーン。さあ、ここで優勝が決まる。25! ここはね、横に登らないとダメです。うまい、うまい。この後も難しい。これグリップ良ければね、それほどでもないかもわかんないですけど、今日はかなり滑ります。特に下りが危ない。さあ、ここから下る。うまい、負けるよ。道路がね、とにかくコテコテになってますからね、ライダーをかなり苦しめると思います。30。さあ、ここからのジャンプ、グリップはどうかな。グリップ良ければ、開けろ。15、なんとかいけると思います。やっぱり加速がね、結構滑ります。難しい。あった。ここはね、ひねりながら登らないといけないんでね、かなり難しいです。しかもそれを滑る中でやるというね、ツルツルですからね、この。うまいですね。ここから難しい。おまい、すごい。さあ、もう一度同じことができるか。よし、決まった。すごい、よいしょ。よし、うまい。よし、ここまでは落ち着いて、落ち着いて。49。ここも意外と難しい。結構滑る。Come on, come on, come on.
これで前から降りるのかな。結構高さがある。よっしゃ、すごい。さあここからも難しい。大ジャンプ。あともう少し。ここまではいい。さあここから難しい。うまい。あっ、とりあえず1点で抑えてます。ここでクリーンすればものすごくプレッシャーになります。うまい。これ以上は取りたくない。ただここのセクションは結構難しいんだよね。3点でもひょっとしたらいい状態になるかもかな。さあ、その辺りは2人が走ってみないと分からない。さあ、まずはプレッシャーを受けるためにはこのまま行きたい。さあ、行く。さあ、このまま1点で抑えたい。よーし、来た。すばらしい。残す時間をアシスタントの確認しながら、今なら力が出たら15、12。さあどうする。
かないですね。これで3位が確定ということで、さあ参ります。敵ナンバー3番黒山健一選手、はい、ここでは着いてます。ここまで先ほどすごくうまくいきましたから、オッケー、おすごい、お結構下り怖いですよ。ここからちょっとラインが違う、よーし、さあここまでクリーン、ここをどう攻略するか、黒山選手はフロントすったまま、さあ黒山選手はフロントを置くか、そのままにするか、クリーンだ。さあ、そしてジャンプ。クリーンが出そうな気配がしてきた。いったー。25。先ほどの大川選手ちょっと持ち時間がありそうだ。これともだ、ただ、一気に行くか。